ドコモプロシリーズ SH-04A は、シャープによって開発された、NTT ドコモの第三世代携帯電話端末である。ドコモプロシリーズの端末。2008年3月28日に発売された、ソフトバンク 922SH、通称、インターネットマシンをリリースしたシャープが、ドコモプロシリーズとして開発した。アクオス形態の一つではあるが、 SH-RHA ではサイクロイド型に対して、こちらは横フルスライド筐体になっている。プロシリーズは、もちろんのこと、ドコモ向けのアクオス形態としては、最大級の3.5インチフルワイド VGA、液晶ディスプレイとフルタッチパネル、クワーティーキーボード、ワンセグ、3GGSM の国際ローミングなどを搭載している。テレビ電話に対応しており、 i モードをはじめとするすべてのサービスが利用可能でほぼ全部の機能が搭載されているため、プロシリーズというよりもプライムシリーズの延長上に近い機種となっている。SH-A4A とソフトバンク 922SH は共にシャープが開発をしているため共通点が多い。などなどが挙げられる。2009年5月15日に以下の不具合の修正が ソフトウェアの更新でなされた。2009年5月27日に5月18日から以下の不具合により中断していた5月15日のソフトウェアの更新を修正し再開。ありがとうございます。